こんにちは、大八郎です。今回はスネイルシェルテイワーズ10型装甲隊長タイプの方を開けていきたいと思います。前回ですね、量産タイプ、開封いたしました。それの、隊長タイプを今回は開けていきたいなと思います。まあ前回と違ってみてください。隊長タイプはあのヘルメットの下がね、こんな感じで狼になっております。人狼らしいです。で、色もねちょっと変わってますんで、ではあかっこいい、開けていきたいと思います。はい、ブリスターを開けました。こんな感じで入ってます。狼の顔が2つパターンでありますね、怒り顔と普通のノーマル顔があって、手首のパーツは3種類、この3種類が入っております。で武器の、マウントのジョイントパーツですね。であと本体、黄色い部分があります。でもう一段、下にあるのは武器の、ブリスターが入っておりました、ショットガン、ライフルで、トマホークですね。隊長タイプにはこのトマホークがついてます。で、マチェーテ、これはねこの3種類は、量産タイプにもついてました。で隊長だけこのトマホークがついてると。であと説明書がついております。では取り出していきます。はい、全部取り出していきました。まず武器から見ていきたいと思います。ショットガンですね。ウェザリングが施されております。こんな感じです。このね鉄の感じが出てていいですね、ショットガン。はい、でこれはここの取っ手の部分外れるようになってます。手首のねパーツを取り付けやすくするために外れるんだと思います。はい、ショットガンです。次はライフルですね。こちらにもウェザリング施されております。いいですよね、このなんか武骨な感じがシンプルで。でこれも手首のパーツを取り付けやすく、するためにここにね手首をパッとはめる感じですね。はい、取り外しができます。はい、これもシンプルで、いいですね。はい、マーチェーテですね。マーチェーテ、こちらにもウェザリングが施されております。根元ナイブス、デザインのマーチェーテ、かっこいいんですよね。このね穴がねいいなと思っております。で、隊長タイプにだけついているトマホークですね。あーかっこいいねこの刃の形がいいですね。このなんとも言えないこうスンとなってない、ね、いびつな感じが。これにもちゃんとウェザリングが施されてますね。はい、結構使い込んでる感じが出てていいと思います。トマホークです。で、隊長タイプについているヘルメットの中身は人狼狼ですね。こんな感じで、いやなかなかかっこいい、これはかっこいいですね。はい、塗装もかなり綺麗に、うわーめっちゃいいですね。はい、いやー毛の感じもねすごいいいですよ。いやめちゃくちゃいいですね。いやめっちゃかっこいいなこれ。これが普通の、真顔ですね。で、こっちがちょっと牙が見えてますね。怒り顔でございます。鼻にね、シワが寄ってますが、いやいいですね。あ、目にちょっと傷がありますね。こんな感じ。いやいいんじゃないですか。いやいいですね。あ、なるほど、これ2個ついてるっていうことは量産タイプにもつけれて隊長タイプにもつけれるってことですよね。まあ、やってみましょう後で。はい、では本体見ていきたいと思います。大きく違うところはこのアーマーの色ですね。これ量産タイプなんですけども、隊長タイプはこんな感じで、この上半身のこの部分だけ、肩と、前のアーマーと、ヘルメットの色が違います。仕様としては他全部一緒ですね。デザインは一緒です。でね、この黄色のアーマーのところのウェザリングがめちゃくちゃいい感じで、隊長マークがこれね、ウルフのマークがついてますね。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。まあ、こうやってポイントが1個違うだけでめっちゃいいな。めちゃくちゃいいですね。
はい、こんな感じですね。で、全体としては、はい、警察、ポリス、ところどころにね、ウェザリング加工されております。あー、かっこいいね。やっぱもうデザインかっこいいな、マジで。はい、では可動を見ていきます。可動なんですけども、量産タイプでね、触ったんですが、先に、可動は一緒ですね。横の動きはできるんですけども、上下この動きが、できないですね。で、肩はね、こっちもちょっと緩い気がします。肩はここまで上がって、肘はここまでで、この走行は取り外しが可能。ちなみにですね、この走行を取り外してから手首の交換パーツ、交換していった方がね、取り付けやすいです。上半身、ひねりは、十分。ただこの鏡、のけぞり、これがね、あんまりできないです。で、ここのね、腰のところはね、動かないんですよね。上半身は胸のところだけで、下半身ですが、ここのスカート部分は前、横、後ろと、ここのね、武器ラック、これ武器ラックなんですけども、これはボールジョイントで自由に結構動きます。なんかね、虫の羽みたいにね、動きます。で、ここと。で、足。足はね、横はかなり、広げることができます。この前、後ろも、このアーマーですね。このアーマーが干渉するところまでは、動きます。はい。で、膝はここまで。で、足首のところなんですけども、ここのアーマーとここと、あとはこのつま先ですね、足の前部分、ここはねちょっと緩いですね、相変わらず。で、足首と、はい、可動はこんな感じです。で、武器なんですけども、武器ラックにね、こんな感じで、つけることができます。補助パーツ、先ほどブリスさんに入ってた補助パーツですね、これを武器に、つけて、ライフルとショットガンですね。で、ここの部分のみに対応しております。他もね、一応つけれるんですけども、細いんでちょっとだけ、でここは太すぎてつけれないですね。細いんでつけれるんですけども、グラグラしたりちょっと安定はしないですね。はい。で、こんな感じでつけることができます。こうですね。で、トマホークとか、マチェーテですね、ちょっと量産タイプの時は気づかなかったんですけども、この横にね、こういう引っ掛けるところからね、ここに乗せる感じで、一応はマウントをすることができます。ただ全然引っかかるところ、カチッとなるようなところがないので、グラグラはしますが、はい、こんな感じでね、マウントをすることができます。では、頭部の交換ですね。ヘルメットを外すとボールジョイントが出てきます。で、先ほどの狼のフェイスパーツを、はい、つけることができました。ちょっと硬いですが、こんな感じになります。狼のフェイスパーツだとちょっと上下の運動ができますね。で、引っかかりがあまりなくなったので、マスクの下の部分ですね、結構自由に首が動くようになりました。これはかっこいいかっこいい、いやー、かっこいいですね。はい、量産タイプの方にもですね、フェイスパーツつけることができましたので、これはいい感じになるんじゃないでしょうか。ではね、いろんな他の武器のパーツとかも使って、ポージング取っていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。
いかがだったでしょうか。スネイルシェルテイバーズ10型装甲隊長タイプ開封していきました。前回ね、量産タイプ開封していきましたが、大きく3つ違います。狼の頭、トマホーク、あとはアーマーのカラーリング、ここですね。で、狼の頭なんですけども、とても造形が素晴らしく、塗装もね、グラデーションかかっててね、すごいいいですし、特に怒り顔のね、迫力、いや、めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃかっこいいです、本当に。いや、本当素晴らしい、本当にいいです。で、トマホーク、マーチェーテと一緒で、ナイフのカスタムメーカー根本ナイブスデザインとなっておりましてね、これもシンプルでかっこいい。もうなんちゅうデザインや、本当にかっこいい。で、あとはですね、アーマーですね、黄色の部分、胸にはちょっと隊長のマークがついてます。だから、ここの大きな3つが、違います。量産タイプと隊長タイプの違うところですね。で、狼のね、頭はもう一個ありますんで、量産タイプ持ってる方はね、こうやって遊びができます。いやー、かっこいい、ほんとね。もうこの2体並べるとめっちゃ、1体でも十分めちゃくちゃかっこいいんですけど、2体でもね、並べてポージングしたらめちゃくちゃかっこいいですね。あ、ちなみにですね、肩の関節はやっぱり緩いです。全体的な可動域はそんなに広くないです。でもです、めちゃかっこいいです。いや、ほんとにかっこいい。いや、もうこのシリーズはね、ぜひね、もう続いてってほしいぐらい、もうどん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 出していってってほしいですね。いやー、かっこいい。また今後が楽しみなフィギュアが一つ増えました。はい、ありがとうございます。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。